こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。明日はヨーロピアンプロの結果を見ていきたいと思うんだけど、多分2日間ぐらいそれやります。で、今日はまず軽く次の週にあるシカゴプロの選手リストが出たので軽く見ていきたいと思います。まあ結構ね、誰が出るのか楽しみにしていた方いらっしゃると思うんですけど、有力選手のアップデートなんかは来週ちょこちょこなんでまあやっていきたいと思っているので、今日は本当軽く名前の紹介くらいしかしないんですが、知ってる人が、まあ、少ないところから見ていくと、クラシックフィジーク、ここに関しては知ってる人がね、多分恥ずかしながらいなくて、名前だけ見たことある人いる気もするんだけど、クラシックで出る人の中でこいつはやばいよっていうのがいたらぜひ教えてほしいです。メンズフィジークは何名か見たことがある人がいるんですけど、メインはスティーブン・カオとアンソニー・ギルクスかな。どちらもラストチャンスだから、ここで決めないとオリンピアを逃します。スティーブンは初のオリンピア出場がかかっているし、成績的にも期待が持てる。ただ2人とも OQS ポイント獲得で出れる可能性は十分にあって、スティーブンに関しては優勝しなくても2位になればオリンピア決定かな。3位とか4位でもまあワンチャンありえます。アンソニー・ギルクスに関しては2位以上じゃないとちょっともう厳しいんだけど、現在スティーブンと同じくポイント3位タイのフランク・ウォーリーっていう人も出るので、まあこの人の順位が大きく関わってくるかなっていう感じです。ボディビル212はキーオン・ピアソン、かなり優勝有力だと思います。強敵という強敵が今回これといって今のところ見当たらないので、彼の今時点でのサイズコンディションであと1週間後のステージに臨めば優勝してオリンピアに出る可能性は9割くらいあるんじゃないかなと思っています。ジェイソン・ロウェも2位から4位に入ればオリンピアは決まりそうですね。で、その他で言うとオースティン・カー、ジョージ・ピーターソンのコーチをしているジャスティン・ミラーが指導している彼もかなりいいコンディションサイズをしているんじゃないかなとは思います。ただ彼の場合はオリンピア出ようと思ったら優勝するしか多分ないかな。さて、一番濃いオープンボディビル、個人的にはいくつか驚きがありました。ニック・ウォーカーやアキム・ウィリアムス、ジャスティン・ロドリゲス、ショーン・スミス、あとは OQS で4位かなにいるアングエンも出るし、ジョシュ・ウェイドも出てきますが、マックス・シャールズの名前がありませんでした。まだエントリー期間内だから出るかもしれない。まあそれこそ他のカテゴリーもね、前のヨーロピアンプロで負けてこっちに出てくる人もいるかもしれないし、他の有力選手出てくる可能性はまだまだあるんですけど、現在 OQS ポイントではポイント1位にはね、マックス・チャールズいるんだけど、差がねほとんどないので、おそらくポイントは抜かされそうな気がします。なのでここで彼が出て5位以内とかに入っておかないと、彼のオリンピア出場はかなり厳しいと思われるので、エントリーするのかしないのか残り数日に注目です。その代わりってわけじゃないけど、まさかのジョニー・ジャクソンがシカゴプロ参加します。次は前回紹介したこともあるロシアの23歳ボディービルダー、ビタリー・ウォルニコフ。彼は現在ラリー・ウィールズらチームパーソナルレコードのサポートを受けながら IFBB プロになるのを目指しているんですが、将来のミスターオリンピア候補として、まあ、ニック・ウォーカーとかマーティン・フィッツ・ウォーターあたりと比べられているわけですけど、最近の体を見るとさらにデカさが増されていて、絞られている体が見られます。下半身に関してはかなりプロの中でもでかい方だとすでに思うし、アマチュアの中では結構敵なしかなっていう体をしていると思います。ウエストは少し太めですけど、上半身の厚みもすごいし、腕も太いで、バックポーズも23歳のアマチュアとは思えない見た目をしているビタリ。ここ最近は週に6回筋トレをしていて、朝1時間夜40分の有酸素をしながら減量をおそらくしているみたいでして、10月は2大会出場して11月5日のワールドチャンピオンシップスっていうのに出ると書いてありました。まあ、ちょっとロシア語の翻訳だから違うところあるかもしれないんですけど、ここで知ってる方がね、でいたら聞きたいのが、彼は何の大会に11月5日出るのか。スペインで行われるらしい、まあ、ボディビルの大会で、11月5日でスペインの IFBB プロクオリファイ大会っていうのはないんですよね。そもそもロシアの大会とかもないんですよ、10月には。11月1日にはスペインのプロクオリファイあるんだけど、で調べていくと一つだけ同じ日にちで、そしてスペインで行われるボディビルの大会があるんですよ。でそれが EBFF っていうヨーロッパのボディビル連盟主催のやつなんだけど、これはエリートプロ側の IFBB が絡んでいる大会だと思うんですよね。そのサイト見ると他の大会って IFBB のエリートプロ大会とかも書いてあったりして、だからもちろん IFBB プロカードは発行されないだろうし、そもそも彼がこの大会に出れるのかどうか、ただ日にちと場所が全く同じやつっていうのがこれしか見つからなかったので、まあそれが本当に謎なんです。もしね、知ってる方いたら教えてください。彼は IFBB プロを多分目指してるはずなんだけど、ということで、少しでも面白かった、ためになったと思っていただけたら高評価お願いいたします。インスタグラムもやっているんで、概要欄もしくはインスタの検索からフォローお願いいたします。
では今日はこの辺で終わります。バイちゃん。